いましたね。東京駅のね、9番線にね、261系特急サフィール踊り子1号ね、伊豆急下田駅側停車中です。本日はねこちら、4月の24日です。本日は東京駅に来ております。本日はね東京駅から途中伊東駅まで特急サフィール踊り子1号にね乗車しようと思います。よろしくお願いします。初めて見ますよこのね、あのサファイア色のねブルー、かっこいい、あのピカピカでした。はい、本日ね乗車するのは7号車です。あとね、あの全車グリーン車なんですよね。しかも2号車と3号車は、グリーン個室がついてます。しかも1号車には、グリーン車よりももっとね上の上級のプレミアムグリーン車とかね、あと途中の4号車かな、あのカフェテリアっていうね、あと5年ぶりに復活しました。はい、東京駅で、あのね2分乗り換えだったんでね、まあまあちょっと急ぎ目に来たんですけど、はい、東京駅ね、新幹線いい光景が止まってますね。いや初めてなのに楽しみ。発車メロディーね、ドリームパークが流れて、確か3コーラスだったかな、流れました。はい、今ね東京駅を出発しました。帝国通りですかね。このねサフィール踊り子っていうね、あの臨時列車っぽいなんか見た目とか名前とかなんですけど、毎日運転してる特急電車なんですよね。なんでね、まあ、あんまり別に珍しいわけでもないので、特にお見送りもそんなにいっぱいはいませんでしたね。はい、7号車のねグリーン車はこんな感じです。なんと天井の方にもね窓がついてるんですね。これでね随分とね開放感が出てね、外あの明るくなりますね。すごいいい電車だと思います。そう、あのね日光が入ってくるんでね、日光の光が入ってくるんでね、すごいね車内はね明るく感じます。電車はね東海道線をね走行してまいります。まもなくね品川駅です。これすごくないですか、明るいんですよね車内が。はい、ね事前予約してあったあのサフィール踊り子号のね車内販売みたいな、そういうのがね届きました。これあの
届けてくれるんですね。すごいな。電車はね、山手線と並走中です。京浜東北線ともすれ違いました。山手線と並走、まあよく見ますよね。新潟県内でね、並走っていうのはね、まあなかなか珍しいんですけどね、東京だとね、まあ、並走とか普通のことなんで、サフィール踊り子が抜かしてますね。はい、235系です。電子レンジみたいですね、こいつ。ここで注文したものをチェックしましょう。まずこちらね、塩カツオうどんスナックね、これね、美味しそうだったね、買ってみました。ただこれサフィールの水、なんとか温泉水みたいな。あとね、取り出すめんどくさかったですよね。沼茶っていうね、お茶を買いました。 AED とかついてるんですね。あとゴミ箱、車内はこんな感じです。トイレはね、バリアフリー対応してます。でね、そう、カフェテリアってあったと思うんですよ。それをね、ペイ、サフィールペイでね、予約してあったんですよ。でね、何が食べられるのかっていうんですけど、前まではね、サフィールヌードルっていうね、ラーメンみたいなやつだったんですけど、メニューが変わりましてね、パスタになりました。はい、電車はね、多摩川を渡って、神奈川県に入ってまいります。公園たちで遊んでる人たちも、おお、この珍しい電車が来たとか言って騒いでるんでしょうかね。それとも普通にただ遊んでるだけなんでしょうかね。私もよくわかりませんけど、あとね、貨物電車をね、追い越しています。普通電車をね、抜くっていうのは初めての体験でしたね。貨物船とね、普通の旅客船っていうのが分かれてるっぽいですね。あ、桃太郎ですね。これイーグ、何型だかよく分かりませんけど。はい、料理が到着しました。伊藤さんのね、トマトを使ったね、トマトのパスタ、あとちっちゃいパンとね、あと水がついてます。で、あとね、もう一個、みかんジュースをね、つけました。座席はすべて指定となっておりますので、お手持ちの指定券をお確かめください。カフェテリアは4号車です。トイレは2号車、3号車、5号車と7号車にあります。車内はデッキ、トイレを含めましてすべて禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は、周りのお客様のご迷惑となりませんよう、電気をご利用ください。次は、赤に停車いたします。Ladies and gentlemen, welcome aboard the Safiru Odoriko Limited Express bound for Izuku Shimoda. We will be stopping at Akami, Ito, Izu Koden, Izu Akagawa,All seats on this train are reserved. The cafeteria is in car 4. Restrooms are available in cars 2, 3, 5, and 7. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end section near the doors. The next stop...隣に座ってた人がいなくなったんでね、ちょっと撮影。いいね。いや、いいな。こう、
サフィール踊り子って感じがしますよね、こういう。すげー。はい、ごちそうさまでした。とても美味しかったです。また利用したいな。はい、座席紹介します。まずね、こちら前の方にはね、学校7号車の普通グリーン車です。なんかさ、サフィール踊り子車内メニュー、サフィールペイってやつ、そう、スマートフォンじゃないとできない、このヌードルメニューをご注文って、ヌードルじゃないんですけどね、今。こちらには英語、海外をね、ちゃんと対応しています。はい。フックがありますね。で、はい、こちらがね、レーブルです。これはね、前後にね、動かすことができます。E5系、はやぶさグリーンと同じようなテーブルだったかな。で、こっちにね、肘掛けの方にもちっちゃいテーブルがあります。まあ、ちっちゃすぎて何に使うのかって感じしますけどね。まあ、こんな感じ。うん。ね、読書灯がついています。はい、こんな感じね。読書灯。あ、あ、そしてフットレスト、レッグレスト、なんだっけ、これはフットレストでいいのかな、もちゃんと完備してます。電動です。なんだっけ、 E7 系のグリーンみたいですよね。はい、こんな感じでね、並べて遊んでました。遊んでるっていうか、もうこれでね、写真ですよね。サフィール踊り子っぽいですよね、この沼ちゃんとかね。これ、あ、辻堂駅を通過しています。東海道線はね、乗ったことがないんでね、どこがどこパッと見てね、あ、ここどこだとかね、分かるわけじゃないんでね、難しいですよね。複々線とかになってるしね、貨物線と旅客線とか分かれてたり、なんとか支線とか、難しいですね。先頭1号車はね、プレミアムグリーン車なんでね、立ち入れないのでね、一番後ろにね、やってまいりました。後方展望です。こんな感じ。いやー、窓が広くてね、よく見れますね。しかもなんか車掌さんは向こうの方に行ってたんでね、綺麗に撮れました。車内もね、こんな感じ、明るくてね、開放的で、本当にね、素晴らしい電車ですよね。特急サフィールを取り子、電車はね、どっかの駅を通過しています。どこだろう、これだけ見ても分かりません。はい、 E257系特急踊り子号とね、すれ違いました。仕事がないことで有名なニートレインって呼ばれてますね。215系が止まってます。こいつって基本何の運用に入るんですか。臨時のホリデー快速とか、あと朝の通勤ライナー、それぐらいしかわからないんですけど、昔はなんか普通電車にこいつが入ってたってことも聞いたことありますけど、2ドアで乗降も時間かかるしね。
分かりづらいかもしれませんがね、あの富士山が見えましたよ。富士山をね、あの真面目に写真で写真撮ったりね、見たりするのもね、生まれて初めてかもしれないですね。まあ、ちっちゃい頃東京行った時ね、見たことあるかもしれないけど、なんとね、天気が曇ってきましたね。まあ今日の全国的に晴れのち曇りとかみたいなんて、まあしょうがないとは思うんですけど、まあやっぱりこれからね、海が見えてくる区間を走るので、せっかくだったらね、天気は晴れててほしいんですけど、まあどうなるでしょうか。まあ雨が降らなければね、大丈夫だと思うんで、この調子で様子見ていきましょう。はい、なんか小田急ロマンスカーみたいなのとね、ちょっと並走してました。電車はね、多分ここ小田原だと思うんですけどね、なんか駅を通過しています。多分小田原です。小田原駅を通過します。小田原駅を通過するのはなかなか珍しいのではないでしょうか。よくわかりませんけど、小田急の電車が止まってますね。はい、あのね、サフィール踊り子のね、やっぱここは見とかなきゃいけないっていうのは、まあ太平洋だと思います。このね、海綺麗ですね。電車はね、根府川駅を通過しています。根府川駅のね、ところはあの有名な撮影スポットがあるみたいですけど、はい、根府川ですね。太平洋が見えてまいります。まあね、この区間トンネル入ったり海が見えたりする区間なんですけど、いやー綺麗ですね。太平洋見るのは初めてですね。太平洋は生まれて初めて見ましたね。電車はね、熱海駅を出発いたしまして、伊東線に入ってまいりました。東海道線の旅はここで終わり、ここからはね、伊東線で伊東駅まで向かいます。このようにね、海が見えてまいります。リゾート地って感じがしていいですね。伊東線は普通電車で乗ってみたいな。伊東線のね、伊東駅までが JR 東日本です。で、伊東駅から先、伊豆急下田まではね、伊豆急行線に入ってまいります。私はね、今回あの伊東駅で下車しております。サフィール踊り子号はね、まもなく
伊東駅に到着します。私の下車駅伊東駅です。ここでね乗務員交代し、ここからはねJR 東日本じゃなくて伊豆急行線に入ります。もうすぐ降りなきゃいけないのか、もっと長くなりたい。はい、いろいろありまして伊東駅に到着です。なんとね、ミュージックホーンが鳴りました。しかも2回鳴りました。サフィール踊り子ね専用ミュージックホーンです。はい、2E261系サフィール踊り子伊豆急下田行きがね伊東駅を出発しました。いやー楽しかった。すごいですよね、このピカピカの車両にね、このブルーのね色合いかっこいいな。また乗りたい。今度個室とかね乗ってみたいですね。プレミアムグリーン車とかも乗りたいな。終点伊豆急下田まで行ってらっしゃい。はい、特急サフィール踊り子1号ねお見送りしました。はい、サフィール踊り子1号でね伊東駅までやってきました。楽しかったです。サフィール踊り子ね素晴らしいね特急電車、 JR 東日本のね看板電車だと思うんでね、皆さんもねぜひね乗る機会があれば乗ってみてください。今度はね個室とかでねプレミアムグリーンとかまで乗ってみたいですね。はい、こんな感じです。ご視聴ありがとうございました。1番線からは12時37分発特急サフィール踊り子1号伊豆急下田駅を発車いたします。ご利用のお客様は乗車になりましてお待ちください。1番線からはサフィール踊り子号を出発いたします。